3から 3.2 ぐらいしか埋まってないです。だんだん植えるところなくなってたんで、間違って1箇所だけ 3.5 メートルぐらいとかありますけど、まあ、3メートル以上であれば SS 十分に走れますので、これをもっと狭めていくっていうのも、まだ可能かなと思うんだけれど、やっぱり3メートルっていうのが一番の最小限界だかもしれない。それはいろいろ作業的なものも含めて3メートル。それから当然本数が、何割か列増えてきますから、そうなってくると、収量も、1本本数が入れば入るほど収量が上がってきますから、そういうことが大事です。それからトルスレンダースピントル、あるいはスーパースピントルという、まあ、ここら辺からスーパースピントルなんですけれど、3.5 メートルという位置がちょうど上の線が走ってるのがね、3.5 メートルです。それで 3.5 メートルまでをずっとなる位置を最低確保していくと、やっぱり6トンというのが見えてくる。あれを3メートルで止めるとね、4トンから5トンまではきついですね。まして2.5メートルになったら次は3トンから4トン取る人はかなりいい人です。だから高さっていうのが収量と極めて大きな関係があるということで、高さを下げると横へ広がりますから、今度横のスペース取ってやらないと費用が下がりませんので、そうなんですが、着いた時にちょっと話したんですけど、群馬名月っていうのが、多分ね、40センチか50センチ上で行くべきじゃないかなと思ってるんですが、こうなってくると800越して1000っていうような数字も下手すと出てくるんですよ。群馬名月はあそこまで上上げるのはね、至難の技になってきました。あれだけ花ついちゃうと上登っていかないね。だからね、かなり勢いで上上げてやるの、初めはね、上上がるの怖くって怖くってね、4メートルも5メートルも上がっちゃったらね、みんな、なんだお前あんな作業性いったらとんでもないんじゃないかって、叱られると思って、これでもう一回我慢してね、カピグって下へ引いて、ここが入ってますけど、あんなのみんな初めから外しちゃったらいいね。それで上へね、3年か4年で上まで到達させるっていうことがものすごく大事です。負荷かかった途端に上なんか登ってください。あとで失敗の危機がありますから、そうなったら終わりだ。だから、これっていうのは近く上ってやるって、太い枝はできるだけ外して、上上げてる。2年目、3年目あたりが勝負です。でそれ以降になったら、ね、もう上がれたって上がってない。縫い付いちゃったら、もう、ほとんどこれも見てもらうと分かるけど、1年でかなり伸びてるんですよね。1メーター50ぐらい、ここのところからあそこのところまで伸びてますから、1メーター50ぐらい伸びてるんですよね。どこまで上がっていくかと思うぐらいあれだったんですが、なり込んだらもう上なんかやめたって言ってほとんど伸びないですね。何もせずに放っていくのが一番いいんで、そんなあれです。だから初めは太いものをこうやって強引にネジ代わりのやつも曲げて、何しろ3メーター高くて3メーター50を止まってもらう困ると、日本は着火負荷もかけられないと、弾は大きいの取らなきゃいけないからね。だからちょっと余分に鳴らして先抑え込むじゃねえか、そんなことは妄想できない栽培しかありなので、そう思ってね、指導の中で、初めも手探りの中で農家の皆さんには、もう年次代わりのところで切らずにみんなこうやって曲げてくださいと、ちょっと花がついてそこになりますと、上が登らなくなったらそれ外しましょうって、だからここの中には随分年次代わりの太いやつが残ってますけれど、実際には、そういうわけで、3年4年ぐらいで3メーターが届かしたい。そこはそこで4年目ぐらいまで3メーター越してこないのは、そういうのがザーッと並んじゃったら収量丸で上がらない。でそれを着火を減らそうが肥料をくれようが上なんか登ってください。そういうあれで上上げていくっていうのが非常に大事です。で三村とかはそれ土は悪いんでそんなもんよって言うかもしれないけど、実はここはね、黒ぼくのものすごく濃いということです。おまけに軟心でタウで温暖で伸びるにはことを書かないほど環境のいいところです。ここでいてこれくらいですから、うちは火山灰でこれだからこうだって思わないように、やっぱり、上がってくの、この向こうにもちょっと、富士のあれメーターとしてあれが1年間って伸びていくと思うんですけど、3年目4年目か5年目入ってますけど、成り出したらストーンと止まっちゃいますね。だから
はここ10年やってきてこれは違うと鳴らせればスタンドとで、これが多分ね1メーターとか1メーター50に割ってるとそんなわけにいかないと思うんです。それは下の攻撃制限で密度効果っていうのをよくあれしますね。あの根っこと根っこは交差して伸びられないんだと、隣の根っこが来るとそこで止まっちゃうんだと。この1本の木の根っこっていうのは通路の方へは張るけど横へはほとんどいけない状態なんですよね。半分植木鉢に植えられたような状態で、それで鳴り込みさせられるから伸びない。ところがこれ 1.5 メーターにしてそう言ってたから、あれだからってトンと切っていっちゃうと、青森の痛い話のあれみたいに5メーター6メーターの楽に木ができちゃうという、そういうあれが あるかと思います。で、あと、工夫しているようなことまたいろいろ質問出してもらえばいいと思いますけれど、実はね芽傷っていうのでこれハゲてるとこないでしょ。こっからここからあそこまで伸びててもツガンなんていうのはだいたいそこの偉くなってるところは全部枝なしだね。上のところ段飾りやでる、切らなきゃいけないって切るとますますそこのところに強い枝が出て、下は上げてまた上も出て強い枝が、ひな壇飾ったように昔の前が栽培で作られた方はよくお分かりかと思いますけれど、1段目があり2段目があり必ずそこはネジがありしたところで間取っちゃうんですけど、これはね芽傷で簡単に出るんですよ。だからここのところ全部芽傷入れた、これあれですよ。ここ出てるの。たくさん出るとね、皆さん男やだ女やだって話します。あの前話だなと思うんですがね、こういう長い枝やっぱり生産悪いんですよね。こうどんどん外といって先っちょのしか花見ない。ところがあの課題石から出たようなこういうようなやつはあの常にこういい花芽つけながら降りてるんですよね。そうするとあのたくさんやるとね、いわゆる課題石のついたようなちっちゃな枝で、ね、みんな止まってくる。これを 2,3 個出したもんだったらみんな長いから、あの青森のフェザーは丸坊主に来るんだって言って、小池さんと私でブツブツ文句言ってたんですけど、持ってねえじゃねえかって。あの最近だってよくよく分かりました。あのやっぱり課題石からこういうのが出た安定した促進っていうのを、主にこの木はもう成り枝ですから、皆さん方のあの本目さんがやってるあの素晴らしい促進でありますね。あれ逆さにして立ったようなもんで、そうただ根っこがあるのの違いと、上から下へ、降りてきてるのと下から上へ登ってるの違いだけで狙いを待ってもらえないです。いい花芽を安定してつけて、いいものを取っていくという、そこのところには大きな違いがないわけでして、そういう意味から言うと、こういう飛んじゃうようなところは芽傷だとか、この今の袋のようですね、ここがね、去年袋かけたんですよ。ここってことですね。だから、ものすごく扱いやすい。そこがね、フェザーじゃなくて、課題石や。私はね、課題石を作っていく両方法のがいいんではないかなって言って、今ね、またおらんね。勝手にそんな風に思ってだから、シダノコーンとか、群馬名月だとか、それからリップも私は同じだなと思って、50センチかなと思って、います。そういうようなもので、いわゆる短くてどんどん花についてくるようなものについては、できるだけ上上げてやりながら、即死的なものじゃなくても、トゲの浸水みたいな、こういう、いわゆる課題石みたいなのを、ガーッとつけてってやって、そこの中のいい花芽を、いい花芽つけて、その中からいい会長を選んで流してくる。